します。ちょっと鼓ノックくらいしようよ。進くん、麻生さんは？いいのいいの、それほど大した用事じゃないから。ちょっと聞きたいことがあっただけなんだ。ごめんなさい神岡くん。ほら鼓、神岡くんが迷惑してるでしょ。邪魔し、行き詰まったのなら U ターンしてみたら。鼓、ほら行こうよ。去年の同級生のことで気になったことがあって、ちょっと聞こうと思ったんだけどね。進くん、2の A の星原さんって知ってる？そう、だったら仕方ないよね。ところで進くん、さっき私たちが部屋に入った時、ペンダントみたいなものを隠したでしょ。それ見せてちょうだい。七角形だったでしょ。え、進くん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。それってもしかして清涼学園に言い伝えられているっていう。覚えてないの？1年前の事件。鼓、その話は。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でもアキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。神岡くん困ってるよ。え？
的に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ。神岡君はあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ、今となっては。そういうもんかな。昔からある清涼学園の七不思議の一つに、主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。普通、学校に伝承される七不思議っていうと、災難が訪れるものと異世界を垣間見るものに分けられるんだ。だけどこのペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。教えてね。相談になるからさ。前みたいなことがあったら嫌だもんね。さっきも話したでしょ、1年前の事件。あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだっていう噂があるのよ。やめようよ、つづみ。なんでそこまでやがるかな、この子は。ごめんね。だけど本当に嫌なの。まあいいわ。他ならぬアキちゃんの頼みだし。そこまで言うなら、この話はこれでおしまい。まあ、噂はあくまで噂だし。何かあったら相談になるから、ね。ペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。つづみ、言い過ぎだよ。そっかな。さーて、それじゃあ他のところを探してみますか。やだな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。あ、待ってよ、つづみ。Thank you.
くん、ちょっと相談があるんだけど、今いいかな？写真の焼き増しがうまくいかないの。手伝って、ね、お願い。神岡くん、コーヒー飲む？飲むなら入れてあげるよ。かんぐりすぎと言いたいところだけど、あたり。じゃあお願い。